熊野は大日本帝国海軍の重巡洋艦。最上型の四番艦。15.5cm 砲搭載の二等巡洋艦として建造され、後に主砲を 20cm 砲に換装し、重巡洋艦となった。一方、日本海軍の書類上の分類は戦没まで二等巡洋艦だった。重巡洋艦、熊野の艦名は奈良県。 和歌山県、三重県を流れる熊野川からちなんで命名された。第二本帝国海軍軍艦としての熊野は明治時代の水雷母艦熊野丸、大正3年に日本優先から購入した水雷母艦熊野丸に使用されている。また、ロシア帝国のバヤーン急装高巡洋艦一番艦、バヤーンを日本海軍が露革、編入時の候補艦名でもあった。 従順洋館熊野の館内神社は熊野座神社。本館建造時、熊野座神社本殿を模した館内神社が寄贈されたという。毎月1日には熊野神社礼祭が行われていた。日本海軍は館霊を重ねた旧式館の大館を建造することになり、軽順の場合は最初に4隻を以下4隻と置換することにした。建造中、 第4艦隊事件により、最上型の船体強度に問題があることが判明したため、船隊戦図が改正され1番艦、2番艦とは船体形状に違いがあり、鈴屋型と分類されることもある。ただし、日本海軍の分類は4隻とも最上型二等巡洋艦である。またボイラーは、先行2隻の重油戦勝艦大型8機小型2機、計10機から、 重油戦勝艦大型発揮に変更されている。そのため、第三砲塔と環境構造物との間の大型吸気トランクがなく、一番煙突の太さもボイラー数の減少の分だけ径が細くなっている。改装前の熊野火傷艦名、第四号中型巡洋艦。1934年3月10日、日本海軍は建造予定の二等巡洋艦を熊野と命名し、 官邸類別等級表に類別された。4月5日、川崎重工業神戸造船所に適行。1936年10月15日、伏見宮弘康を長野治海軍大臣列席のもとに浸水。暮れ海軍工渉で製造された、熊野用15.5センチメートル3連装砲と5機は、旧輸管しれとこが暮れから神戸へ輸送した。12月7日、 神戸川崎造船所に熊野偽装員事務所が設置された。1937年7月上旬、熊野は神戸川崎造船所から呉れ海軍工廠へ移動、偽装員事務所も移転した。8月8日、熊野偽装員事務所を神戸川崎造船所に戻す。9月下旬から10月上旬にかけて偽装員事務所を呉れ海軍工廠に移転。十月九日、 偽装院事務所を神戸に戻す。10月31日収益。その姿は一般にも公開された。同警館の鈴屋と同日の竣行だった。1937年12月1日、最上型巡洋艦4隻で第7戦隊が編成され、熊野は機関となった。12月6日、長期を本艦に掲げた。 慶順時代の監視手法1939年5月20日に予備艦に指定され、15.5立方センチメートル連装手法を20.3センチメートル連装砲塔に換装する工事が行われた。11月15日に第7戦隊が再編され、熊野は再び帰関になった。1940年10月11日、第七戦隊と第八戦隊の従順席は、 紀元2600年特別観艦式に参加した。第7戦隊は司令官、栗田武雄少将、第1小隊に、熊野、鈴谷第2小隊に、三熊、最上の編成で1941年12月の太平洋戦争の開戦を迎えた。第7戦隊は開戦後、マレー上陸作戦に参加する。 来院作戦中に正規した1942年3月1日のバタビア沖海戦には第2小隊のみ参加する。本海戦直前、連合軍艦隊との決戦を望む第5水雷戦隊司令官、原健三郎少将と敵艦隊と距離を取ろうとする栗田少将は1日近く伝聞の応酬を繰り広げた。見かねた連合艦隊司令部がバタビア方面の敵上に 官民第七戦隊司令官当該方面の諸部隊を統一指揮するを適当と任務と発令し、仲裁に入る一幕もあったほどである。栗田少将の行動について、小島秀夫は、後で第七戦隊の千人参謀に、一体どこにおったんだと聞いた。千人参謀曰く、軍令部に、第七戦隊を大事にしてくださいと言われたと言うんだ。大事にしてくださいと言われて、 後におる奴があるものかと批評している。4月1日より、第7戦隊は、インド洋作戦の一環として、通称破壊作戦に従事。第7戦隊は、栗田少小時期卒の北方部隊、三熊艦長式の南方部隊に分割されて、ベンガル湾で活動し、小沢寺サブロー中将時期卒の中央隊と共に、昇船多数を撃沈した。4月22日、第7戦隊は、 第19駆逐隊と共に内地へ帰投した。5月1日、栗田少将は海軍中将に昇進。日本帰還後、第7戦隊はミッドウェイ作戦に向けて準備を行う。第7戦隊は第8駆逐隊及び日英丸を指揮下に入れ護衛隊支援を任ぜられた。5月22日から6月22日にかけてミッドウェイ作戦に参加する。6月5日、 日本海軍は主力空母4隻を喪失した。残存するアメリカ軍機動部隊とミッドウェイ島基地、航空隊の攻撃を避けるため、山本56連合艦隊司令長官及び攻略部隊指揮官、近藤信武第二艦隊司令長官は、第七戦隊にミッドウェイ島飛行場の艦砲射撃を命じる。近藤長官は、第七戦隊が、 ミッドウェイ島に一番近い位置にいると思っていたが、第7戦隊は、長官の予想より80回離後方にいた。第7戦隊は35ノットで9時間も突進した、ため、第8駆逐隊は落語してしまう。だが、ミッドウェイ島飛行場砲撃2時間前に、作戦中止命令が出され、第7戦隊は反転した。この作戦過程で、浮上中のアメリカの潜水艦、 タンバーを回避しようとした単純人戦闘艦の公開信号が後続艦に誤って伝達された。結果、7戦隊3番艦と4番艦が衝突。栗田司令官は損傷の大きい最上に三熊、嵐を、浅潮の護衛をつけ、熊野と鈴谷を率いて、主力部隊との合流を急いだものの、そのまま、所在不明となった。6月6日から6月7日にかけて、 最上位下4隻は、アメリカ軍の航空攻撃を受け、三熊が沈没した。この間、栗田及び、第一小隊は、ミッドウェイ基地空襲圏外に出るため西方に向けて、航行しており、6月7日になって、近藤の武攻略部隊指揮官より、三熊、最上救援作戦に行応するよう命じられて、やっと事態の位置を報告した。戦後、リタは、 そんな状況だったのには気づかなかった。田中艦長は、合同すれば、第二招待救援を命ぜられることを懸念したからだと、答えている。6月8日午前4時頃、攻略部隊は損傷した最上と朝市を、荒潮と合流した。行方不明の熊野、鈴谷が、全く思いかけなく反対側の西方から出現し、攻略部隊に合同した。本海戦における、 栗田中将の行動や指揮に対し、日本海軍は特に問題視しなかった。一方、鈴谷艦長、木村正富大佐は、栗田の行動について、珍しく批判的なメモを残した。また当時の鈴谷運用長、前田一郎少佐は、鈴谷は、熊野と分離して、短観で、三熊、最上救援に向かったと回想しているが、確実な証拠はない。同日、 第18駆逐隊は第7戦隊の指揮下に入る。6月14日から17日までトラック白地所在。6月23日、熊野、鈴屋と第18駆逐隊はクレに到着した。大破した斎場は修理と回収のため8月25日に第7戦隊から外れた。1942年6月25日、第7戦隊司令官は、 西村昌司少将に交代。瀬戸内海で鈴谷と共にインド洋での通商破壊作戦に向けた作戦準備を行った。7月17日、第7戦隊、第2駆逐隊、第15駆逐隊等とともにマレー半島のメルギーに向かった。同部隊は B 作戦機動部隊指揮官、原健三郎少将指揮の下中央隊、北方隊、南方隊に分かれ、 熊野以下7に0ける 2×15× は南方隊に所属していた。B 作戦実施前の8月7日、アメリカ軍はガダルカナル島とフロリダ諸島に上陸を開始し、ガダルカナル島の戦いが始まる。メルギー待機中の B 作戦参加各大は通称破壊作戦を中止してトラック白地へ向かう。その途中の8月14日、 給油のため立ち寄ったバリックパパンで海図の不備により座礁。複水機の冷却海水ポンプに泥を吸い込み、使用不能となるという事態が発生したが復旧に成功し、8月16日に出航できた。第7戦隊は8月22日に、名雲モ叩かず中将を率いる第3艦隊と合流した。機動部隊における第7戦隊の役割は、第11戦隊や、 第8戦隊等と共に、前衛部隊として、アメリカ軍の攻撃を通報、吸収する役目だった。田中は、駆逐艦剣おとりと表現している。8月24日の第二次ソロモン海戦では B-17、爆撃機と交戦し、戦火も被害もなかった。9月、ソロモン諸島で適宜行動。10月11日、 機動部隊前衛は、トラック白地を出撃。10月13日 熊野で機関故障が続出したため18日で第7、戦隊機関は鈴屋に変更される。20日、本艦は機動部隊前衛から機動部隊本隊に編入され、熊野推定3機は前衛等に派遣された。10月26日の南太平洋海戦における、熊野は護衛部隊を編成し、第1航空戦隊空母3隻と共にアメリカ軍機と交戦した。 この戦闘で熊野は SBD ドーントレス急降下爆撃機の空襲により資金弾を受ける。10月30日トラック白地に帰討。11月2日損傷した軍艦4隻は駆逐艦部隊に護衛され日本本土へ向かった。11月7日海港部隊のうち4隻はクレに到着。間もなく隋閣と第16駆逐隊もクレに到着し、 熊野含め各官は修理に従事した。11月22日、熊野は駆逐艦谷風と共にクレを出撃する。翌日、第9戦隊の指揮下に入った。輸送作戦参加艦艇は27日までにマニラへ集結。陸兵や物資を積載して出港。各隊は12月3から4日、ラバウルに到着して輸送任務を終えた。この公開中、熊野は クジラと衝突した。同日符で、熊野と谷風は、外南洋部隊に編入された。さらに、熊野は外南洋支援部隊に復帰した。それまで死体と行動を共にしていた従順間や、駆逐艦春雨をトラックに帰投させた後の12月6日、熊野は第7戦隊機関に復帰した。その後、第7戦隊は、駆逐艦持月等と共に、 ソロモン諸島での輸送任務や支援行動、ニューアイルランド島のカビ園周辺警戒任務に従事した。また、従順3隻の水上偵察機が R 方面航空部隊に編入され、駆逐艦部隊の上空警戒やガートウ、基地や艦爆撃に従事した。1943年1月4日、鈴谷が整備修理のためカビ園を出発した。1月下旬、日本軍は、 ガダルカナル島撤退作戦を発動。同時期、第7戦隊と共に、カビ園で待機していた従順町会が正式に外、南洋部隊支援隊に編入される。1月27日にも、慶準川内が同地に到着したので、支援部隊指揮官、西村昭治少将は、所在戦任指揮官として、3隻を指揮下に置いた。2月上旬、カビ園で待機。 2月9日府で、機動部隊への復帰を加齢され、4隻は2月11日に、カビ園を出発、13日トラック白地到着。トラック機と共に鈴谷と合流し、3隻は西村、少々の指揮下を離れた。3月中は、トラック白地で待機。3月22日、熊野機関に故障が発生、西村司令官は機関を鈴谷に変更した。24日、 鈴や熊野、浦風はトラック白地を出発し、駆逐艦転津風が途中まで護衛した。文後水道で駆逐艦萩風と合流し、4隻で29日にクレへ到着した。4月、熊野はクレで待機した。第7戦隊が5で整備待機中の1943年5月12日、アメリカ軍は北方方面で反抗作戦を実施。 アッツ島に上陸を開始した。5月17日、第七戦隊に最上が復帰した。アリューシャン方面の戦いに備えて、作戦準備を行うが、アッツ島守備隊が5月29日に全滅し、第七戦隊は内海西部へ戻った。6月15日府で第七戦隊は、前進部隊に編入され、第三戦隊司令官、栗田竹雄中将の指揮下、第三戦隊、 空母3隻、軽巡伊鈴、駆逐艦部隊と共に、横須賀を、出港、21日トラック白地に到着した。6月23日、熊野は、鈴屋、新月、両風、有明とラバウルへの輸送任務を、実施、27日トラックへ戻った。新月は、外南洋部隊増援部隊に編入され、ラバウルに残った。6月30日、連合軍は、 ニュージョージア諸島のレンドバ島に上陸を開始、南東方面の情勢は緊迫化した。7月9日、第7戦隊は南東方面部隊の指揮下に入り、外南洋部隊支援隊に編入される。7月10日、西村司令官時期卒の4隻はラバウルに進出した。7月15日、第7戦隊は外南洋部隊や戦部隊に編入される。 7月16日の出撃は、空振りに終わった。7月20日、第7戦隊指揮下の野州部隊は、輸送部隊と共に、コロンバンガラ島輸送のためラバウルを出撃。だが、プビー、カタリナ飛行艇ブラックキャットに誘導された、アメリカ軍機の夜間空襲を受ける。夕暮れと新波が沈没した。熊野には、t b f アベンジャー来撃機が投下した、魚雷一本が命中。 魚雷を命中させた敵機は、魚雷投下後、熊野の後部マストに翼を引っ掛けて墜落したという。木又茂雄によれば、魚雷ではなく反調爆撃であるという。火事故障を起こしたため熊野は浜風に護衛されて、期待した。7月21日、機関が鈴屋に変更された。熊野は工作艦、山小丸の支援を受ける。7月29日、 応急修理を終えた熊野は、駆逐艦札機、餅月に護衛されて、ラバウルを出発、トラックへ開港される。トラックに到着後、8月中は、工作艦赤市等の応急修理を受けた。8月28日、トラック白地を出発。9月2日、熊野とセップは、クレに帰還した。 熊野は暮れにて修理を行った。11月3日、熊野と駆逐艦浜風は南方へ出撃した。その後、小沢機動部隊と共にクエゼリン艦長等、中部太平洋諸島を行動する。12月5日、トラック到着。12月7日、第7戦隊機関に復帰。25日までトラック白地で待機。その後、 カビエンへの輸送任務に第一部隊として参加する。ちなみに、母1号輸送任務は3隻による本土から、トラック白地への陸兵輸送任務、母2号輸送任務は、従順洋艦3隻、駆逐艦2隻によるトラックカビエン輸送任務、母3号輸送任務、第2部隊は、軽順洋艦2隻、駆逐艦2隻によるトラックカビエン輸送任務である。12月26日、熊野は、 戦艦ヤマトに横付けして、陸兵、物資を積載すると、同日夜にトラックを出撃して、カビ園に向かう。第一部隊は、アメリカ軍大型爆撃機に発見されたことで、一旦トラックに被退した後、再出撃。29日にカビ園に到着し物資用陸に成功すると、1944年1月1日にトラック白地に帰還した。 1944年1月1日、従順とね、ちくまが第7戦隊に編入した。1月はトラック白地に滞在。2月1日、トラックを出発し丘にパラオへ移動。17日パラオ発、21日にリンが白地に。3月1日、第1機動艦隊の第2艦隊に編入される。23日、ちくまに正気が移り、熊野は、 第2小隊5番艦となった。3月25日、第7戦隊司令官は白石一万高志将に交代。4月6日、熊野は第7戦隊機関に復帰した。5月18日以降、熊野はタウイタウイ白地に停泊した。6月13日、熊野は同白地を出撃して6月19日のマリアナ沖海戦に参加する。 熊野の水上偵察機がアメリカ軍機動部隊を発見し、その位置を報告した。第7戦隊は前衛艦隊に所属し、さらに第11軍を編成して戦闘に臨んだ。6月19日、小沢機動部隊第一次攻撃対応者。6月25日、日本本土に戻った。対空兵器などを増強。7月8日、 陸軍部隊のシンガポール輸送のため、第1戦隊等と共に、クレオ出撃。7月16日、シンガポールに到着し、以後は、リンガ博地で訓練に従事した。9月27日、通信機を特撃する。10月中旬、早1号作戦において、第7戦隊は、第1遊撃部隊、第2部隊に所属して、アメリカ軍と交戦する。だが激しい戦闘により、 第7戦隊は2隻を喪失し、熊野も大破した。経過は以下の通りである。レーテワンに向け進撃中の10月23日朝、栗田艦隊はパラアント沖でアメリカ潜水艦2隻に襲撃され、従順2隻が沈没、従順1隻が大破して、駆逐艦2隻に護衛されて、離脱という被害を出した。アタゴ沈没後の第一遊撃部隊指揮官。 栗田竹雄中将は、第一戦隊司令官、宇垣きまとい中将が座上する戦艦山和に、正機を掲げた。熊野搭載の水上偵察機2号機、3号機は、対戦紹介の後、参補席地に向かった。10月24日午前10時25分、熊野推定1号機は、空襲前に退避、三補席へ向かった。直後、渋谷海にて、栗田艦隊は、 アメリカ軍機動部隊艦載機の空襲を受け、第一遊撃部隊、第二部隊は、機関混合を中心とする、臨境陣を形成。熊野は、中心の斜め右前方 3km に配置された。一連の戦闘により、戦艦武蔵が沈没し、損傷を受けた3隻が艦隊から離脱した。熊野には7機が襲来、爆弾1発が4番砲塔に命中するも、不発であった。 この対空戦闘における消費弾数は、主砲対空弾約70発、攻角砲弾約200発、機銃弾約1000発と記録されている10月25日早朝、栗田艦隊は、アメリカ軍護衛空母部隊と遭遇、水上戦闘を行った。午前7時18分、熊野は、米駆逐艦ジョンストンに対し射撃を開始、距離9700メートルに迫った。 砲撃中に t b f アベンジャー雷撃機3機の攻撃を回避したところ、ジョンストンが発射した魚雷10本のうち1本が熊野の艦首に命中した。この海戦で熊野は艦首から約13メートルを喪失し、最大発揮速力14から15ノットとなって艦隊から落語した。白石司令官は第7戦隊の士気を一時的に乗り満載自体さに、 任せると、鈴屋への異常を決定する。第7戦隊司令部は洋上に停止した熊野、鈴屋艦をカッターボートで移動し、8時30分以降鈴屋に中上機を掲げた。熊野は短艦での戦場離脱を命じられた。瞳艦長は11時23分に、0724、魚雷1、10番フレーム付近に、命中、25番フレームより大破浸水。 35番フレーム各壁に補強防水確実。デシュトクル最大速力15ノットと打電、熊野の対比公開が始まった。損傷した熊野は、単艦でコロンへの公開を行うが、その途上でも度重なるアメリカ軍機の空襲を受けた。25日正午前、日本海軍の水蒸気随有三3機と遭遇し2機から爆撃され、続いて、 天山艦上攻撃機1機から誤爆される。日没前、今度はアメリカ軍機約30機の空襲を受ける。零式艦上戦闘機の上空援護もあり、大きな被害なく航行を続けた。26日朝、単独航行中にミンドロ島南端沖で再びアメリカ軍機動部隊艦載機の空襲を受けた。この部隊は空母ハンコックから発進した戦闘機12、 急降下爆撃機4、雷撃機7であった。艦中央部に爆弾一発が命中したほか、資金弾により、船体に亀裂が走り機関部に浸水。航行不能となった。アメリカ軍は先ポンド爆弾一発命中、魚雷二本命中、写真判定により沈没確実と報告した。応急修理を行いにノットで航行を再開。再度航行不能となるも復旧し、 目的地をコロンからウルガン湾へと変えた。13時30分、駆逐艦霞と従順足柄が合流した。目的地をコロンに戻し、遊国3隻はコロン湾に到着、タンカーの日英丸に横付けして燃料を搭載した。第7戦隊戦闘商法は、冷凍機海戦における本艦の損傷について、熊野は25日の水上戦闘における平井五ダシュール。 速力15節となり機関変更後、単独開港中数時の爆撃を受け一時、航行不能に陥りしも、応急処置により過労時で10節航行可能となり、コロンを経て、マニラに開港整理、人員戦隊兵器機関とも損傷、は,なはだ宿題修理を必要とし、当分戦と参加の見込みなし、と報告している。また、 熊野水上偵察機も10月28日の時点で一機のみ、健在であった。29日の報告によれば、冷凍機械戦における熊野の戦死者は56名、重軽傷者約100名。栗田長官は熊野に対し応急修理の上、マニラへの開港を命じ、応急修理班の輸送のため駆逐艦浜風、藤波が手配された。しかし、熊野艦長は、 王急班は不要と判断し、昼間空襲の懸念や、速力の観点から合同を待たず、10月27日午前0時30分、単艦デコロンを出港した。護衛を命じられた、駆逐艦沖波が5時に合流し、2隻は10月28日7時20分に、マニラに着いた。29日、マニラは、アメリカ軍機、約290機の空襲を受ける。 従順三隻は共に対空戦闘を行い、熊野に損害はなく、両艦もなちが火災という被害に止まった。熊野側は高尾市への開港を希望して、司令部と接触したが、護衛艦の手配がつかず、高尾開港を断念し、時期を待つことにした。その後連合艦隊司令部より大破していた従順洋艦青葉と共に本土開港を命じられた。 11月5日、熊野と青葉はマニラを出港し、また31船団と合流する。平均級ノットで昼間のみ航行して、台湾の高尾まで1週間の予定であった。なお、この時点で熊は16ノット以上発揮可能であろうとされていたと言う。熊野たちはマニラ上空にアメリカ軍機体変隊を指認したが、アメリカ軍機が船団に襲来することはなかった。 また31戦団は96式、陸上攻撃機や練習機の対戦警戒の下のもと、遊国にサンタクルーズ入港、青葉に対し清水の補給を行う。11月6日、サンタクルーズを出港。熊野は点八キの 0.8km 前方を航行していた。熊野は最後の1ヶ月間に魚雷6本、爆弾7発命中という被害を受けた。 また上院は本土機関を目指して対空戦闘に応急修理にと奮闘したが機関は果たせなかった。そこで最後の1ヶ月の被害とその応急修理を中心に詳細を記す。1945年1月20日、熊野は除籍された。1968年12月2日、観光中のダイバーがサンタクルーズに眠る熊野の船体を発見した。 なお、熊野の館内にあった約60柱の遺骨を持ち帰ったという。1978年11月19日、遺族など関係者の手により、呉市町波間公園に熊野の慰霊碑が建立された。館長たちの軍艦誌120から122ページ、日本海軍誌第9巻、第10巻の召喚履歴に基づく。 スカヒコジロウ大佐。1936年12月1日から1937年10月31日。西村昭司大佐。1937年10月31日から1938年11月15日。西村昭司大佐。1938年11月15日から1938年12月15日。西村昭司大佐。 1938年12月15日から1939年5月18日、八代祐吉大佐。1939年5月18日から1939年11月15日、有馬薫大佐。1939年11月15日から1940年10月15日、小型長左衛門大佐。 1940年10月15日から1941年5月24日、田中菊松大佐。1941年5月24日から1943年2月17日、藤田俊造大佐。1943年2月17日から1944年3月29日、見総一郎大佐。 1944年3月29日から11月25日、戦死。ありがとうございます。